Camera on the side or so. Let's go.皆さんこんにちは。この動画をご覧いただきありがとうございます。カプコンドラゴンズドグマディレクターの逸野秀明です。先日ドラゴンズドグマは10周年を迎えることができました。これも皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。今日はですね、ドラゴンズドグマがどんな風に生まれたかっていうのを皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。それではこちらの映像をどうぞ。一番最初はやっぱりゲームブックですね。日本に入ってきた一番最初のゲームブックをもう予約して買って、それ家で夢中になってサイコロ振りながらですね、インチキ専用に進んでいって、サイコロ振ってあーってやり直してっていうのをやってたのが一番最初、まあハイファンタジーとか RPG に触れたのは一番最初はそこでしたね。まあ、だからゲームはアーケードコンシューマー限らずめちゃめちゃ好きでずっとやってたんですけど、まあ RPG も大好きでやってたんですけど、まあとにかく当時のやつは経験値上げをねして進む、経験値上げして進むっていうところが多くてですね、僕どうしてもこうアクションゲーム派から入ってるってところもあってですね、ここの戦闘部分がアクションならへんかなってずっと思ってて、特にスト2が出た後とかだと、戦闘部分がスト2みたいな自由度の高いアクションで、まあ、ストーリー性と成長要素がある RPG 欲しいな欲しいなっていうのはずっと思ってました。当初アーケードと呼ばれる、業務用のゲームを作る部署に入って、まあ、クイズゲーム作ったり、まあ、ストリートファイターゼロを作ったりしてたんですけども、まあ、ほどなくですね、家庭用ゲーム機の性能が上がっていって、アーケードと、変わらない能力になってきた時に、うちの部署も両方アーケードコンシューマー両方作るような感じに変わっていきまして、ちょうどですねその頃からジャスティス学園だったりとか、スターグラディエーターもそうですけども、まあほぼ同時開発みたいな体制になっていきました。大きくコンシューマー側にシフトしていった時期になるんですね、2000年の初め頃っていうのは。でその時に僕らのいてた元々アーケードだった部署が大ヒットゲームを作ろうぜということで、たくさんね大きなタイトルが立ち上がった時期がありました。そのうちの一つがかねてからね、当時の僕のボスと一緒にこういうの作りたいねって言ってた元々アーケード版のダンジョン&ドラゴンズを、うちの部署で作ってたのもありまして、このハイファンタジーの世界を今の技術で皆さんに遊んでもらいたいなというところで、いくつかゲームの案が上がってまして、そのうちの一つが、今のモンスターハンターですね。でもう一つが一人用プレイに特化したゲームとして僕が担当して立ち上げようとした RPG っていうのが、一個ありました。これはコンセプトとしては一人用の RPG なんだけども、オンラインでみんなで一緒に戦ってるようなRPG にしたいなと。で当然うちのねアクション大好きのうちの部署が作ってるんで、アクション RPG っていうところで、計画していたプロジェクトになります。オンラインじゃないんだけどもみんなで遊べるっていうのが、自分の作ったキャラクターを友達と貸し借りしながらパーティープレイのようなアクションゲームを作れないかなっていうのをベースに考えてました。それがずっと温めてたポーンシステムの元一番最初の原型という形になります。もうお前やれって話になりまして、デビルメイクライ2担当することになりました。でそれはほどなく終わったんですけども、どうしてもその後3作りたくなりましてですね、途中から関わってたもんで0から作りたいなってところで、3作らせてくださいっていうことでデビル3だったと。次 何したいですかみたいな話がプロデューサーが出てですね、いやそれだったらもともとデビルに関わる前に作ってたアクション RPG 作りたいんやけどという話、深夜のファミレスでして、ほなそれやりますかという話で当時プロデューサーと盛り上がって、会社の方に掛け合うと。
I forgot which part of Devil May Cry was the worst. Was I think it was 3, which didn't have a lot of time. アクション RPG っていう中で、yeah, イケノ君がね、最初にあのそんなん普通のアクションのやつ作ってもしゃあないやん、なんか掴んで登れるとかせんと違う絵にならへんで言って言われて、はあ、大概ね、大概みんなでっかいキャラ出したくなるでしょ。で大概大きいキャラ出てくるのに足元でね切ってるような絵になるから、それなら、まあ、やっぱりもうちょっと絵代わりしないと作る意味はないかなと思ったんだよね。まあ僕ディレクターでしょ、そんな難しいこと最初から言いづらいね。なんかもう難しいことだって分かってるから、まあ今見てもドラゴンズドグマぐらいあんなしっかりと敵に登ってガシガシやって自由にできるようなゲームって出てへんのでも分かるように、あの、まあ、当時10年前の時点でそんなんて難しいの分かってる。だってね、今までずっとアクションやってきたでしょ、ね、だから普通に作ったらね、従来デビルとか、ね、格闘ゲームで培った、まあ、面白いアクションゲームはできるだろうから、それじゃないところを挑戦しないと。ただこう魔法がバンバン出てくる、うん、世界をリアルに作ろうと思った時に、魔法どうすんねんと。とにかく魔法の呪文を唱えるっていうのは精神力を消費すると。なんとかってやったらとかなるとか、あのすげえ魔法であればあるほど長い難しい呪文を喋らなあかんとかっていうのって、全然それってアクションゲームのアクションと一緒やから、あの入れていったらいけるんちゃうのっていうところで、まあ、始めた、まあ、それが見た目で分かるのっていろいろね、みんな工夫してやってくれたところもあるのかなというふうには思ってますね。ドラゴンズドグマの舞台としてはロケハンで訪れたイングランドをイメージしてました。あとはフィールドのデザインはウェールズ地方っていうのがあるんですけど、そこの古城や海岸線のイメージを、はい、基本参考にはしていました。とにかく雑草を見てきて、雑草が違うから、パッと見た目で日本とイギリスの違いって雑草とか違いましたね。あのアップダウンの続く丘陵地がめちゃくちゃ多くて、あのそこすごく参考にしてて、視界のブラインドの作り方とか、あの遠くの目的地をすごく分かりやすく見せるのは、やっぱりああいう地形は本当にゲームの舞台としてベストマッチしてたと思います。オフラインやけど一人用やけどつながってるやつ作りたいとっていう話で、まあ、まあ説明したと思うんですけども、どんな風に思ってました？こっちです、各社様こっちですって前で分かれ道で言ってくれって、ね、前に行くってなったら、ね、こう意識を感じたりとか、オフなのにオンラインっぽくなるっていうのは今でこそ分かるけど、賢くするのはまあ頑張ったらできんねやけども、賢いからオンでやってるっぽく感じるってわけじゃないっていうところを、まあ、まあいかにその表現するかっていうの、100時間も200時間もプレイしてたら自分のポーン可愛いなってくるからさ、スクショ撮りまくったりとかしてたもんね。してましたね。あの髪型とか色とか変えまくって、いかにやり込み度合いを他の人に見せるか。This game is like a mixture of, right? It's like その辺がね、メインテーマ、single player, RPG with companions. At the time, it's like some new. 変わってるでしょっていうのね。And complicated, right? あの、かしっかりの中でやるっていう。子供の頃からやってきた本当にね、真ん中な感じ、あの変に走りに行かないど真ん中な感じのファンタジーなんかなっていう意識ではやってるけどね。魔界村のね一角獣っぽいサイクロプスを本当に初期に描いたことがあって、まあでもそれじゃないなってなってね、いつのが言ってたよね。サイクロプスっていうのは昔象の骨を見た人が鼻のところがあの穴を目じゃないかと、象の目小さいにね、こうちょっとあるだけなんで、あのこういう一つ目の大きい
巨人がいるんじゃないかっていうところから生まれたあの伝説なんじゃないかなっていう話があって、この話がすごい好きだったんで、まあ、その話をベースにちょっと一回考えてみたらどうみたいな、まあ、皮膚感もね、象とかからあのモチーフで持ってこれたり、サイとかね、象から持ってこれたりして、すごく、まあ、面白い指針になったとは思いましたよね。あれが一発目やったっけ？あれが一発目やったと思う、うん、まあ、それでなんとなく決まった感じがあるよね、その方向性的にはね、うん、キメラもそのモンスターが、まあ、まあ動物が他の動物の一部分をまあ食ってるとかっていうので、そういうふうに見えたんじゃないかとか、合わさってるんでそう見えたんじゃないかとか、それこそあの交尾してるシーンを見て、2つ重なってるやつを見て、新しいあのまあモンスターだ敵だって誤解したんじゃないかみたいな話があるんちゃうのという話もあったと思う。その上でね、そのまあ過去のね彫像とか本当にオーソドックスでこうだって言われてる、ね、ものが残ってるから、まあまあそういうのをちょっと合わせて極力気をてらわずにあの原点に立ち返ったような、ね、ものを、まあ、ビジュアル化しようっていうことになったよね。改めましてドラゴンズドグマ10周年ありがとうございます。ここで私たちから大事なお知らせがあります。お待たせしました、ドラゴンズドグマ2、作ってます。楽しんでもらえるゲームをスタッフ一同頑張って作っています。ご期待ください。 Alright, good. Got the announcement for June. At least in development, yeah. That's perfect, man. That's perfect. Development, good.